TCK 第11競争、今日のメインレースです。にぎわい都市新宿賞、新宿区長賞です。 B1、B2 選抜特別、距離 1200m、 14頭で争われます。14番紅葉タレイヤ、これからゲートに向かいます。誘導されて収まります。14頭ゲート内枠入り完了。スタートしました。ほぼ揃いました。外11番ミニレイスター、コースタートコーダッシュ、並んで13番ビルスも前、内に8番プリンセスバリュー、さらに内からは2番のマンボビーン、6番テイクヤチョイス、先段に取り付いて内1番ラインプライド、前を追っていきました。その後ろに3番キモンアバロン、9番モレサンドに続いていきまして、モレサンドには押し上げていきます。後方7番ビルマール、10番マイネルバルビゾン、その後ろに5番のエリクサー、後ろのグループに14番紅葉タレイヤ、やや遅れて4番シャドーエミネンス、12番ゴッドドリームです。先頭からしんがりまで10馬身ぐらいで3コーナーです。先頭は11番のミニレイスター、 600m 切りました。マークして13番ビルス、差がありません。3番手6番テイクユアチョイス、前の3頭がここで横並び、その後ろから接近してくる8番プリンセスバリュー、さらには3番キモンアバロンで4コーナーから直線です。前は広がったが粘る11番のミニレイスター、これに並んでくるのが13番のビルス、手応えよくここで追い出した。その外から追ってくるのが6番のテイクヤチョイス、横に広がった争いですがビルスが抜けました。ここでビルス先頭、テイクヤチョイス懸命に追いすがって2番手、外から伸びてくるのが10番のマイネルバルビゾン、間を割ってプリンセスバリュー、プリンセスバリューがビルスに迫って並んでかわしたか、ゴリ、満を持して追い出した13番ビルス、そのままかというところへ、外から8番プリンセスバリューが強襲、最後は変わったようです。8番プリンセスバリュー、先に抜けた13番ビルスを捉え切りました。鞍上は矢野孝之騎手、13番ビルス2番手でした。3番